マーク・ブリッツスタインはアメリカ合衆国の作曲家。本名はマーカス・サミュエル・ブリッツスタイン。オーソン・ウェルズが演出したミュージカル、ユリカゴはユレルの脚本、音楽で知られている。ユリカゴはユレルのポスター・フィラデルフィア出身。幼い時から音楽の才能を示し、7歳でモーツァルトのピアノ競争曲を弾いていた。 アレクサンドル・ジロティにピアノを学んだ後、21歳で、フィラデルフィア管弦楽団の伴奏で、フランツ・リストのピアノ競奏曲第1番を演奏し、ピアニストとしてデビューを果たした。さらに、カーティス音楽学校で作曲を学んだ後、ヨーロッパに留学し、ベルリンでアルノルト・シェーンベルクに、パリでナディア・ブーランジェに支持した。この時期の作品の特徴は、ピアノ・ソナタや、 ピアノ競争曲に見られるように、ブーランジェの影響を受けた典型的なアメリカの、モダニズム。彼の言葉で言えば、野生、不協和音、打楽器的なものである。つまり、シェーンベルク的な作曲思考から最も遠いところに、いた。その後、リー・ストラスバーグ、エリア・カザンらと共に、演劇活動を行うようになり、ジュリアス・シーザーなどの作品の付随音楽を手掛けた。また、 映画音楽も作曲し、代表作に、スペインの大地がある。1937年6月16日、ベニス劇場での、ゆりかごは、揺れるの初演はドラマチックなものだった。もともとは、連邦劇場計画の制作で、マキシーヌ・エリオット劇場で上演されるはずであったが、内容を共産主義的と判断したスポンサーの、公共事業促進局が劇場をロックアウトしたため、 近くのベニス劇場で上演された。衣装やセットもなく、ブリッツスタインが一人で、ナレーションとピアノを担当し、俳優組合から出演を禁止されていた役者や、ミュージシャンは、客席からパフォーマンスを行った。1939年には、親友のレナード・バーンスタインが、ハーバード大学で、ブリッツスタインが行ったのと同じように、ピアノとナレーションを担当して再演した。 1999年にはこの出来事を映画化した、クレードル・ウィル・ロックが公開されている。第二次世界大戦中は、アメリカ空軍に勤務し、空軍制作映画の音楽を担当したり、ロンドンのアメリカラジオ放送でディレクターを務めたりした。この経験をもとに1946年に、公共曲、空輸を作曲した。彼は、マルクス主義者の劇作家。 ベルトルト・ブレヒトとも親交があり、クルトバイル作曲の三文、オペラ、マハゴニー氏の工房を、パウルデッサウ作曲のキモッタマお母とその子供たちの英訳を行っている。しかし1958年、彼は会員非米活動委員会に召喚され、1949年までアメリカ共産党に加入していた前歴や挑戦的な態度が問題視された。 その他の作品には、オペラ、レジーナ、白地が先などがある。1964年、オペラ、サッコとバンゼッティの作曲中に、休暇で訪れた、フランス領マルティニークで、酔っ払った、ポルトガル人の船員たちに暴行されて死亡した。なお未完に終わった、サッコとバンゼッティは、後に、レナード・レーマンによって保筆され完成した。ありがとうございます。